アイテム番号 SCP-047。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-047 は常に0、5メートル ×0、5メートル ×1M の機密保管箱に収容してください。この箱は P3 保安キューバイオハザード研究所 047B 内の保管ロッカー 47A にしまってください。47B 内への出入り及びそこでの活動はバイオメトリックスキャン、有線カメラ、そして、編集済み、により記録されることになります。47B への入場にはプロジェクトマネージャーの認可、そしてそれに加えて少なくとも1人の応募による許可が必要になります。SCP-47 は全てのプロトコルにおいて優先度4伝染性バイオハザードとして扱ってください。これには暴露の際の強制隔離を含みます。研究所 47B 付属の特別室 Q47 がこの目的のために供されています。SCP-047-1 の外部汚染発生時には、封鎖プロトコル 047-1-L シニアに従事しなくてはなりません。説明 SCP-47 はひどく錆びて穴の開けた、鉄、削除済み、合金製のガスシリンダーです。外気にさらされると、シリンダーの素材はゆっくりと蒸発し、今まで文献に記載されたことのない再帰性の気体を生み出します。この気体は真核細胞、例えば人間、に対しては何の作用も持ちませんが、しかし原核生物を根底から変容させるもので、一般的な人体微生物草むら、皮膚は屋体内に生息する天然微生物、への思考を示します。稀にこれら変異は、スーパーバグ。ひとまとめにして SCP-47-1 として知られています。生存能力が増幅しそれゆえ日より未感染するような自然共生者を生み出します。SCP-047 が誘発する変異のパターンが示唆するところは、これら交換線性微生物は少なくともある度合いで選択的なものであるということです。各種 SCP-047-1 それぞれの特性はその導出される元となるバクテリアによるとはいえ、いくつかの特徴は SCP-047-1 変異の全ケースを通じおよそ普遍であるようです。その細菌の本来の生息環境や類似の環境での生存能力の増幅。全スペクトルでの抗生物質耐性。増殖率及び接触能力の増大。グラム陽性菌では芽胞形成能力の発達。こと2グラム陰性菌にて、プラスミドを取り込み、折りたたみ、共有する能力の増大。上述の特色による、伝染性の増大。SCP-047-1 はどれも普通は衰弱性で悪性のものです。しかしながら他のケテルクラス SCP と比べた場合、注記されるべきは SCP-047-1 の致死率は相対的に低いものであるということであり、これは SCP-047-1 の活動は、普通の、生物学的経路を通じて行われるからです。いくつかの種のバクテリアは SCP-47 により選択的に変異させられます。培地にてバクテリアを変異させることもできますが、宿主である人体上で生きているバクテリアでの方が変異過程はより効率的であるようです。一般には、実験目的では常在共生菌を変異させると良いでしょう。30年1月日2010の収容審判、事件報告 L シニア、47-1000を参照、を受け、もともと病原である種を変異させることは禁止されましたし、既存のサンプルは破棄されねばなりません。3種の SCP-047-1 変異バクテリアを突起しますが、それはそれらが21の収容審判に関与しているからです。47-A は PA 種が SCP-47 により変あやしたものです。病原性皮脂腺周辺で深刻な皮膚への定着。皮膚のpHを皮膚細胞に対し有毒になる水準まで変化させる。重い炎症と免疫細胞の浸潤。最終的に皮膚構造が崩壊、敗血症に至る。伝染経路皮膚接触により伝染。皮。生体表面でも5時間まで活性を保つ。対処死認可能な証拠が形成されたら、即時犠牲者を隔離する。死亡した犠牲者は焼却すること。47-C は SM 種が SCP-047 により変あやしたものです。病原性最初に膀胱と食道に炎症を引き起こす。膀胱内に潰瘍を作り、その結果 SCP-47-C は気流内に侵入し敗血性を呈するようになる。死はもっぱら感染性心臓内膜炎による。伝染経路何らかのエアロゾル。呼気によっては伝染しないが、咳や唾で伝染することはある。芽胞形成により無期限に活性を保つ。
致死性死亡率およそ 35%。死に至らなかった場合再発が慢性化することもある。対処何かしらの高校感染の兆候が見られた対象は隔離すること。死亡した犠牲者は焼却すること。47、A は CD 種が SCP-047 により変怪したものです。病原性未症。C-047、A は組織培地上で開発されたもので、人間を暴露したことは一度もない。財団の制御下にあるサンプルは存在しない。伝染経路未症。おそらく排泄物による汚染により伝染するが、これは CD と同じ伝染経路である。画法がより小さく眼圏であるので腹渡ないガスとともにエアロゾル化することもあるかもしれない。C-47、A のエアロゾルを取り込んだ際の作用は予想できない。致死性未症。予測では極めて高い可能性で消化器系内皮細胞の破壊が起き、炎症、敗血症、中毒性巨大結腸に至る。対処さらなる研究がなされるまで、犠牲者は隔離し、この種に対する機能的な診断を確立するために24時間の医学的観察下に置く。十分な病原学的研究がなされるまで死亡した犠牲者は焼却しないこと。回収ログ 047SCP-47 が回収されたのは、サイト、保安研究所において、財団のバイオハザード回収チームにより、1999の送信外状況への対応に際してです。実験記録の示すところによれば、実験チームは、データ削除、をグラス、SCP 安定加圧シリンダーに収容しようとしていたのですが、それは、編集済み、を、編集済み、と合体させる結果となりました。これについての完全な分子生物学的分析は、編集済み、にあります。SCP-047 が構造的に侵害された際に初めての機体放出が起き、それは数えきれないほどの SCP-047、一種の微生物的、開花、の原因となるのに十分なものであり、研究所の全職員を、時間以内に殺害しました。晒された際と、職員は財団標準検疫、収容プロトコルに従い、伝染は成功裏に収容されました。